西尾コップ村では9月15日から日本で一番早く漁期が始まりました。で、西尾コップでは地元のガイドがつかないとハンティングすることができないので、安全な狩猟を楽しむことができるので、皆さんぜひいらしてください。